僕にとってのチームタクは本当に挑戦の一言に尽きると思います。初めは僕一人で始めたチームだったんですけど、僕含めて4人、コーチ1人でアンバサダー1人いるっていう形で、助けてくれるスタッフも増え、今のところ順調にいってると思うし、僕たち選手として活躍してオリンピック出て金メダル取るっていうことが実現できれば、本当にそれ見た子どもたちはジャンプを憧れて始めるきっかけにもなると思うし、ジャンプっていうものに夢を抱いてほしいなっていう思いが僕たちの中にはすごくあります。今までずっと一人でやってたんで、すごい賑やかな雰囲気の中、いい練習が毎日できてます。自分の成績だけじゃなくて、ジャンプのエンタメ化だったりとかも考えながらやるので、非常に面白いです。めちゃくちゃいいチームです。おのおのが自分の考えをちゃんと持ってるし、やっぱりまとまってやるっていうのがすごい、3人からもすごい刺激もらってます。チームタッグのメンバーはみんな個性が強くて、でもみんな明るいんで楽しいです。年々グレードアップしてるなという印象があります。すごく雰囲気が良くて、こういう積み重ねで選手一人一人の結果につながっていけばいいなと、僕自身思っています。ジャンプ界をもっとかっこいい世界にしたいですね。